新自由主義から社会民主主義政策に転換しようそれなくしてみんなの安心はありません新自由主義は大企業が潤えば経済がうまくいくという考え方です日本は自民党がこれを長く取ってきてそして大企業、富裕層は 豊かになったけれども格差が拡大し貧困も拡大をしましたえー、最近14日ノルウェーはノルウェー労働党の新首相が誕生しましたこれでノルウェーデンマークスウェーデンフィンランドが社会民主主義政権になりましたドイツもドイツ社民党が勝利をしました このコロナ禍の中でまさに社会民主主義的政策の解決こそ必要であるそのことをノルウェー新首相も強調をしていますその通りだと思いますでノルウェーはもう、えー、地方都市政治においては大部分が中道左派によって連立によって統治されているという風うになって といいいうに書いていますで多くの経済専門家が言っているように経済的格差が少ないことが良い社会及び経済的成長の基盤であると一部のための社会は本当に非常に脆弱でそして持続可能な社会になりません新自由主義から社会民主主義への転換それこそやっていきたいと思います。